マイケル・キッド・ギルクリストこと、マイケル・アンソニー・エドワード・キッド・ギルクリストは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身のバスケットボール選手。身長201センチメートル、体重105キログラム。ポジションは、スモールフォワード。2010年4月ケンタッキー大学に入学し、2011から2012、シーズンに1試合平均11.9得点、7.4リバウンド。 1.9アシストの成績を残した。2012年1巡目2位で、シャーロット・ボブ・キャッツに指名され、NBA プレイヤーとなった。ボブ・キャッツ、ホーネッツ2012年11月10日、キャリア初となる25得点12リバウンドのダブルダブルを記録し、ダラス・マーベリックス戦勝利に貢献した。20歳以下で25得点以上12、リバウンド以上を達成した選手は5人しかおらず、 レブロン・ジェームズに次ぐ2番目の若さであった。2013年5月14日、2012、1 3シーズンオールルーキーセカンド、チームに選出された。2014年、4年ぶり、チーム2回目のプレーオフに進出したが、ファーストラウンドでディフェンディングチャンピオンのマイアミヒートにスイープされた。2015年8月26日、 4年5200万ドルの延長契約を結んだ。10月3日にオーランドマジックとのプレシーズンゲームで右肩を負傷し、10月6日、手術を受け、2015から16シーズン前級の見込みとされていたが、2016年1月にシーズン中の復帰を目指すために全体練習に復帰。同月29日のポートランドトレイルブレイザーズ戦でシーズン初出場したが、 2月10日のインディアナペイサーズ戦で再び右肩を負傷。再手術となり、シーズン残り全試合欠場することになった。2020年2月8日、ホーネッツと契約のバイアウトに合意し、FA となった。ダラスマーベリックスホーネッツから FA となった3日後の2月11日、ダラスマーベリックスと契約した。高い身体能力と213センチメートルの ウィングスパンを持つディフェンシブなスモールフォワード。201センチメートルながら果敢にリバウンド争いに参加し、攻守にわたって献身的にコートを走り回り、年齢に反して堅実なプレースタイルを心情とする。しばしば速攻の第一戦を駆け抜ける走力と高い跳躍力を活かしたダンクシュートやレイアップシュートで観客を沸かせるが、ジャンプシュートの精度と、 ハーフコートオフェンスのスキルについては課題が残る。ジャンプシュートを打つ際に右肘を極端に内側に向ける奇抜なシュートフォームがその一因と指摘されており、往年の名シューターであり、シャーロット・ホーネッツのアシスタントコーチを務めるマーク・プライスにコーチングを受けたが、改善は見られなかった。NBA 選手では、ボブ・キャッツなどに在籍したジェラルド・ウォレスやアンドレ・イグドラに例えられている。 ディフェンスやリバウンドなどで積極的に動くせいか、怪我がちになってしまっている。ありがとうございます。